今日はこのデイリーポータル Z のフルーツサンドを食べると笑うという記事を読んでからフルーツサンドを食べたかったので買いに行きます。さて、私もフルーツサンドを食べて笑えるのか。お腹空いて死にそう。買ってきました。これで3500円ぐらいでした。フルーツサンドは高級な食べ物だということを初めて知った。はい、こちらが買ってきたフルーツサンドです。美味しい。笑ってしまう。確かに。今、昨日 DJI ポケット2で撮影した HDR 動画をダヴィンチに取り込んでみたんですけど、これインプットのカラースペースが普通にというか、レック709になっているっていうのは一体どういうことなんだろうか。HDR じゃないのかな。インプットカラースペースがレック709になっている動画を HDR 動画と言って良いのだろうか。まあ撮れてる動画自体は HDR っぽい。どうなんだろうな。何なんだろうな。あ、なんかアイハーブから届いていたので開けたいと思います。結構モリモリです。よいしょ。今回アイハーブから届いたものはこんな感じ。これチロシン、トリプトファン、タウリン、アミノ酸系のサプリメント。ちょっと最近気持ちが落ち込みがちなので、ちょっとそれに対処すべくアミノ酸系のサプリを買ってみました。あとこれなんかホメオパシー系のものなんで、私あんまりそういうの信じないタイプなんですが、なんかストレスを和らげてくれるみたいなものがあったので、ちょっと試しに買ってみました。草とか花とかから抽出したエキスとかでできてるみたいです。まあなんかこういうのは飲んで実際効くとかっていうより、気持ち的に効いたような気がしてくれればそれでも全然いいかなという感じです。で、これはサプリじゃなくて化粧品で、レチノールの美容液、何回かリピートしてるやつです。あとちょっとなんかチャイが飲みたかったのでチャイのティーバッグ、あとマグネシウムのフレーク、お風呂に入れて使うやつを買ってみました。今回はちょっと何だろう、個人的癒しグッズみたいなものを買い足してみました。最近アイハーブでサプリ買うときは、まあちょっとナウフーズとかよりは高いんですけど、このソーンリサーチっていうところのをよく買ってます。三茶に来ました。お昼ご飯を食べます。お昼、お昼ですかね。アフリに来ました。おお、美味しそう。
グッズの数がすごいことになっている。ボダブの白いフレンチプレスは可愛いね。うちのやつ一緒？違う。うちは何？うちのはバリスタンドコウィンターブルムスブレンドがまだ売ってたので追加購入しました。オーツミルクのラテをゲット。なんでこんなにミスド混んでんの？大人気。ミスドが混んでて入れなかったのでおじさんがおこになってます。ようやくお花を買ってくることができました。近所のお花屋さんはなんかまだお休みのところが多くて待ってたんですが、